なんか頭痛いと思ったら棒刺さってるやん。どうも、チャップです。プラトゥーン2をプレイしていきたいと思います。ということで、レギュラーマッチやっていきましょう。今回使っていく武器は、プロモデラー MG 銀モデラーですと、それでやっていきたいことがありまして、以前にね、カーリングボムを投げて音フェチを楽しんでもらおうという動画を上げたんですが、それの強化版なんですよ。このね、アマ美術大学とガンガゼ野外音楽堂、めちゃくちゃもうドンピシャなステージですね。どっちも究極の音フェチを楽しめるところがあるんで、カーリングボム、バルンバルンバで、音フェチバグを楽しもうという感じですね。まあ、バグではないでけどね、バグってるほど音鳴りますから、もうブルーンってほんまどんだけやねんっていうぐらい楽しめるからさ、それを皆さんに見ていただこうと思います。多分もう皆さん知ってると思う場所とかもね、あ、またこんなしょうもない知ってることやってるわって思いながら見てくださいね。はーい、ティムリナイス頑張っていきましょう。はーいと、ナイス押せませんね。開始した瞬間ナイス押されんの、これナイスの呪いって僕呼んでるんですよ。今命名しましたけどね、ナイスの呪い、自分のナイス、ナイスが始まりナイスに終わるということでさ、ここなんですよ、ここの間にね、挟まって投げたらめっちゃ音鳴るんですよ皆さん。あ、下手くせ、投げた下手くせ、これ聞こえるから、これ見て、聞いといて、聞こえました？めっちゃ聞こえたかな？聞こえたですかね？聞いた後にカカカカカンって言うた後にバン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 って二度楽しめるんですよ、音ヘチをね。しかも僕があんだけ実況で黙ったのもう初めてかもしれん。奇跡のチャップや、これ奇跡やな。チャップの奇跡や。音ヘチ動画をバルンバルンバで楽しんでたら奇跡が生まれるっていう動画ですね。まさにインフィニティやだなということで、あ、カーリングバルンバルンバがありますね。さあ、ここにやりましょう。ちょっとね、ポイントはね、左側によることですね、皆さん。左側によれば完璧。これもう完璧、完璧、完璧、めっちゃ完璧。うわ、ええ音、ええ音、おー、すごいよ。ああ、ええ音やったいや、何しとんねん、いうことありますけどね。いや、違うやんって、バルンバルンバラッシュ、違う使い方してるやん。むしろ名前ちゃうやん、いうことはありますね。カーリングボムラッシュ、普段はカーリングボムラッシュですけど、こうやってネタで使うときはバルンバルンバラッシュなんかもしれませんね。クイックボムの暴力でしたね、今ね。シンプルにね。イエーイ、自分でナイス。あれ、ここで固まってる人がいたけど、帰っていっちゃいましたよ。バイバイキーン、いうことでさ。ぬりぬりして、やっぱ一回ぐらいね、ちゃんと正式にね、バルバルバ使いましょう。バルバルバ正式に使いつつも戻りながら、ここの間に入れていくっていうね、これはたまらん音フェチですね。カカ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 ン言ってますからね。カン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 や、ほんまに。ダンカンこの野郎、いうことなんですよね。それ、カンが言いたかっただけやん、いうことはあるけど、まあ、挟みましょうか、味方の人の。はい、打っとくよ、カーボンさん。あれ、ナイス、落ちたで。バイバイキーンっていうことで、分かってもらえましたかね。アマ美術大学にもね、こういう音フェチポイントがあるんですよ、皆さん。ほんと素晴らしい。ガンガンでね、次はこの音フェチ、バルンバルンバ音フェチ大会をね、していきたいと思うからね、バグってる音をね、存分に楽しんでいてくださいね、いうことでさ、もう敵の人のとこ入っていこうか、この辺入っていって、誰かおんのかな、誰もおらんのか、何してんねん、味方の人。あ、そこで、あー、うまいこと立ち回ってらっしゃいますね。ナイスですね、ほんとにね。シンプルにナイスだったら、感謝永遠にナイスを送ってもいいんじゃないかと僕は個人的に思っておりますが、あーしょー、やられちゃったやられると思いましたねもっとちゃんとマニューバーのインクなくなってから襲ってよかったですね。名前トマト少年、あ、だから僕今とつってもうたやん、名前がトマト少年やったよね。なんか引きつけられるものがあると思ったんですよ。なんかね、スティック勝手に前動くなと思って、なんか都市伝説っていうか心霊現象起きてたんですよ今。これがトマト少年の奇跡ってやつなんですね。トマトラッシュってやつなんや。うん、よくわからんこと言ってますね、ほんまに。上がってくんのかな、上がってきたら怖いんで、この辺塗っときましょう。多分帰ってくんじゃないのか。さあ、音フェチやろう。あ、お手もだ音フェチ楽しもうと思ったら、追っちゃいましたね。あ、でもいないんですね。はいはいはい、じゃあこれポンポンポンってして終わりましょう。はーいと。さあ、勝てるかな、勝てそうな気がしますね。結構皆さん塗ってくれてますから、ナイスですね。やられちゃったか。はい、ナイス。塗れるね。やっぱ888、あ、889になりましたね。888で終わらそうと思って、パチパチパチ拍手っていう感じやと思ったんですけど、888じゃなくて889やったらさ、8が8匹おって臭いやんってことなるやん。8、8匹臭いってね。もうゴリ押しが半端ないね、ほんまに。ウラドリマンボールドがね、黒いわ、ほんまに。ウルトラマンは赤色と白色からいつの間にか黒色になってたんですね。茶色色やけどな、いうことで、まあいっぱい塗れましたね。はいスパッタリーはやっぱりめちゃくちゃ塗れますね。すっごい塗ってくれてて、僕はね、てててって手が多くなる感じにぐらいにはね、楽しみました。ありがとう音フェチ。はい、2試合目はガンガゼ野外音楽堂でカーリングボムの音バグらしていきましょうと。ここはもう皆さん定番なんじゃないですか。誰でも知ってそうな気がするようなところなんですが、まあまったり、あ、知っとる知っとる、チャップ絶対あれやるよるなと思いながらね、見てくださいと。もうちょっとで僕は黙りますからね。はい、安心してくださいよ、黙りますよっていうことですね。一回初期地点帰りましょうか。帰って、この帰らないとダメなんですよ。この上、この上のこの角っこに向けて投げまくる。さあ、皆さん、聞いといてよ、これすごいから。
かります、このカチャ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 言った後にドン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 って、甘よりもやばいでしょ、甘よりもガンガゼの方がやばいんですよ。ガンガゼのね、トゲ触ったらね、めっちゃ針が痛いっていうの、そういう感じのあれなんでしょう、そういう感じと掛け合わせてるんでしょ。ガンガゼでカーリングやったらガンガゼも危ないから、それと似たようなことがあるよっていうのを掛けてるんでしょ。ほんでやられたよって、ナイスしてやられちゃう、プチョキましょう。なんかチャージキープしてるなと思ったけど、なんなんでしょうかね、このチャージャーの人には僕は射抜かれへんぞという変な自信、それでいつもやられる。謎の慢心があるようですね。皆さんチャージャーの人がキープしてたら、もうめちゃくちゃもう警戒してください。もう絶対やられるもんやと思って言ってくださいね。そしたら生存確率が僕は上がると思いますよ、ということで。ああ、スーパーチャップしてるぞ、スーパーチャップ。ああ、そうか、金網関係ないですもんね。まあいいんですよ、こんなもんなんぼですしてもいいよ、こんなもんほんま流し試合ですが、僕はほんまにカーリングボムをするためだけに生まれてきたロボットですからね。もうカーリングロボット、猫型ロボットならぬカーリングバルンバルンバル型ロボットって呼んでくれてもいいよ。バルンバルンバルンってバルバルンバルンババルンバを投げて音フェチ楽しむおーっていう感じの動画やからな。まあドラえもんならぬね、バルンバエモンやね、バルンバエモンや、バルエモンや、バルエモン、バルエモンは一回家に帰りたいと、もう攻められすぎてるんで、そしてここでちょっとね、回復しましょう、体力を、音聞いて回復しましょう。あ、回復する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 わーって言ってナイスしていきましょうね。はい、さあやるぞ。もう遊びは終わりや、ここからラスト1分、バルンバエモンの本気を4次元カーリングっていうのを見せてやりますよ。4次元カーリング、それただのチートやんいうことありますよね。敵の後ろから爆発する寸前のカーリングモンがいきなり出てくるっていうね、そんなの使えたらいいですね。しかも任意にね、確実に倒せる相手のところにしか飛んでいかないという、まさにチートな能力を僕は発揮したいわけなんですよ。上からバルンバルンバでもして楽しみましょうか。上からバルンバルンバ降ってくるぞいうやつですね。気をつけろ、バルンバルンバに気をつけろ、上からいっぱい降ってくるいうやつですね。はーい、雨降らしにも皆さん気をつけてくださいね。普通にデスしちゃうからね、地味にほんま毒のようにダメージ食われんて、イエーイ、ナイス、チャージャーの人ありがとう、センキュー、チャップラヨーいうやつですね。あ、傘がおる、傘が、イエーイ、オッケー、ナイス、裏取りしようとしてくるくる回ってたんですね。そうや、この人さっきもあっちに言いましたもんね、甘い甘い、ほんまにチャップがおるからな、こんなそんな裏取りなんかさせへんで、いつもよくされてます。やられやられやられ、怖い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 、でも味方の人が優秀や、今のは助けてくれましたからな。あー、またやられチャップや、でも勝ったんちゃうか、勝てますね。さあこんだけやってたら勝てるでしょ、ナイス、いっぱい押してくれましょう。そして着地してここに9番ボムを置いて、ローラーの人首折れてるで。ローラーの人カッカーンなってたね、首の角度が45度みたいな、それは折れてはないですね、斜め向いてるだけですということでしたが、はい、オッケー、勝った。やっぱりあんな角にね、ボムラッシュ、カーリングボムラッシュ、バルンバルンバラッシュを2回もして遊んだのに負けてた話になりませんよ。遊んだからには確実に勝っていきますからね。2001ですよ、今年は2001年ですね。いや何年前やねみたいな、タイムスリップしてるでこいつは。まさかドラえもんのタイムトラベル使ったん？あれタイムトラベルやったっけ、あのノリも。名前忘れた。わからんから机の引き出し開けてみる。はい、ということで今回はプロモデラー MG 銀モデラーを使ってバルンバルンバカーリングボムラッシュでオートフェチを楽しもうという究極のオートフェチ動画になりましたね。めちゃくちゃやばいでしょ、もうバグってるって言っても過言ではないですもん。バグってるほどに僕も黙ってない、すごいね、2個すごい、僕が黙るっていう凄さとカーリングボムラッシュの音がすごいっていう凄さですよ。僕が黙る凄さっていうのはお前がおかしいだけやっていうことはありますからね。実況中だけこんな喋ってるの黙ることなんか余裕でできますからね。いちいち喋らんでもいけるわっていうことぐらい僕は喋るのがね、喋るの喋るのしてますよ。思いつかんかったから適当にごまかしちゃうということで、まああれですよ。ほんまそんなしょうもない話はどうでもいいんですけど、塗り性能は素晴らしい、やっぱり塗り性能が素晴らしいですよ。プロモデラーね、MG いいよほんまに、バルンバルンバラッシュがかなり濡れるんでね、もう連打しまくってもその辺でバン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 しながら歩いてたら、歩く爆弾おじさんにもなれるからね。うわ、爆発しながらこのおじさん来るやんみたいな、代わりにアンパンマンの顔投げる代わりに爆弾投げてくるやん、あ、ジャムおじさんちゃうかったわみたいな感じなんですよ。ようわからんけどね、ほんまアンパン口にねじ込んだろかいうことですね。ホラーマンですいうことです、すいません、ホラーマンってほんまにいますね。まあそんなんどうでもやん、もうほんま脱線しまくって脱線しまくって脱線しまくったんで、皆さんもうわかるでしょ、終わります。はい。はい、ありがとうございました。皆さんもね、ぜひやってみてください。いろんなね、オートフェチポイント探してみるのも楽しいかもしれません。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、コメント、高評価お待ちしております。では、バイバーイ。ここの間にね、挟まって投げたらめっちゃ音鳴るんですよ、皆さん。あ、下手くせ、投げた下手くせ、これ聞こえるかな、これ。見て、聞いといて。ポイントはね、左側によることですね、皆さん。左側によれば完璧。これもう完璧、完璧、完璧、めっちゃ完璧。うわ、ええ音、ええ音。おー、すごいよ。
バルバルマ正式に使いつつも戻りながらここの間に入れていくっていうね、これはたまらん音フェチですね。カカ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 言ってますからね。この上、この上のこの角っこに向けて投げまくる。さあ皆さん、聞いといてよ、これすごいから。わかります。そしてここでちょっとね、回復しましょう。体力を音聞いて回復しましょう。あ、回復する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 わーって言ってナイスしていきましょうね。はい、さあやるぞー。